ちゃん。こんにちは。すごいな。すごいですいやすごいですよ。いや、ま、なんかどんどん進化してるというかさ、はい、誰の話だ。佐藤輝明選手ですね。魅力ある選手だね。あの佐藤輝明選手が開幕前に我々この動画の中で豊さんが阪神のいろんな方の持つ新人のホームラン記録だとかいろんなのをこうねクイズでやったんですよ。そうな。でもここまでいけるぞとかこの抜くぞとか話をしていた。ちょっと待ってけ、はい、森藤謝れ。はい、お前何本つった。私12とか言ってました。15とか。15とか。失礼いたしました。もうとっくの塔ですよこんなの。なめんじゃないよお前。本当でした。いやいやちょっとびっくり。俺も先に謝って、はい、何を謝るんですか。俺は25つった。25は行くって。あ、25は行きますか。じゃあもう完全に抜くから。そうですよね、抜いていくから。そうなんですよ。あのもう今の時点で、出てしまったんですよね。23号、うん、はい、現時点でね。現時点で、うん、ただまあ22で阪神の新人記録、はい、田淵さんの記録を更新したという。更新ですよ。この時点だからね。まだあと50数試合残ってる。そうですよね。な、早かった。何本いくかということ。今はねもうそうなってきてますけど、さらに言うとその1個前21号ホームランの時にはこれは、新人の左バッターの最多ホームラン記録を75年ぶりに更新したと。左バッターの新人のホームランってなかなか出てなかったなかったんだな。ですかね。多分そうだな、はい、いやこれをさ左バッター、うん、阪神、はい、甲子園球場、うん、左バッターにすごく不利な球場だって言われてて、はい、それを本拠地にしてて、はい、で左バッターは育たないよって言われてて、はい、これを抜くっていうのは桁外れだな。すごいですか。いやすごい。ほんでね打つだけじゃない、はい、やっぱ守りもそうだし、まあ、守りっていうのは、まあ、本来なら三塁手なんだけど、はい、まあ、今ライトも守ってるけどね、うん、肩強い、足速い、はい、この前ね DeNA 戦で、はい、サードランナー桑原、うん、まあ足そこそこ速いよね、うん、それを外野フライちょっと後ろ目に下がってジャンプして、はい、それで投げてアウトだ。普通投げれないから。肩すごいですね。肩もすごい。ロハスジュニアの三塁線抜いたやつ、はい、本来はツーベースや一塁ランナーでホームまで帰ってきた。すんげえ速いなと思ったらその前にスタート切ってた。それはスタート切ってた。それはスタート切ってた。スタート切ってたけどあの脚力もすごいわ。いや揃ってますね。揃ってる揃ってる。その豊さんが、まあ、最初出てきた時ももう注目されてましたけども。いやすごいと思ったよ、はい、で開幕して、まあ、ホームランも打ったりしてすごいなと思っていたの。開幕したての4月ぐらいの時期と、まあ、田口からね、はい、カーブをセンターバックスクリーン、はい、あれ超えてったと思うんだけど、うんうん、打って、はい、俺その時ちょうど解説席にいて、はい、1号見てるからね。記念の、あ、記念の1号を。いやこれはなんか後世に語り継がれるようなホームランだよね。そうですよね。その1号を生で見たってことですもんね。その当時の佐藤選手と今の佐藤選手で何かこう変え、うん、良くなってきたとこ変わってきたとこ。あの時はね、はい、やっぱ詰まることを嫌がってたんだよね、うん、でやっぱポイント前にして打とうとかしたんだけど後半戦始まってやっぱ変わった点っていうのは、はい、詰まっても持っていけるという自信があるんだよね、はい、だから打球方向が少しセンター寄りからちょっとあのレフト方面にも打球が大きいのが飛ぶようになってきてるでしょ、はい、多く、はい、だからこれは三振も多少意識し始めたなって、うん、三振しないように、はい、で的確に捉えて詰まっても入るから、うん、詰まってもいいっていう感じで打ってると思う、うん、だからこれをやられると率は残るし、はい、ね、ホームラン増えるし、はい、あの DeNA 戦浜口のインサイド、はい、左対左の、はい、あれを腕たたんで、うん、あれ打たれたらもうどうぞみたいなもうねもう無理脱帽だよ。すごいですね。あのそのインハイでしょ、はい、そらね半端ない。あ、そうなんです。あ、やっぱりだすごいとしか言いようがないんだけど、はい、ただこれはまあ優勝争いしてるよね、はい、俺がやっぱこう感じるのは
阪神を止めるのは佐藤を止めなきゃ止まらない。あ、そこがポイントになってるんですね。いや、ポイントだと思う、うん、それとね、佐藤が打つと雰囲気が変わる。もう本当に天性のホームランバッターだ。あ、そうですか。やっぱ田淵さんがホームラン打つと変わる、はい、王さんがホームラン打つと雰囲気が変わる、はい、やっぱね、それだけかもうなんか球場の全体を包み込んでの雰囲気を変えられるのは佐藤だ、はい、ミスタータイガースですよね、本当に。もう間違いないよ。おー、すごい選手。おーじゃねえ。いやいや、すごい選手で、しかもルーキーやのに。もう料理じゃん、お前何本って言ってた。15。謝っとけ、もう一回しました。もうその倍に行きますよね。もう完全に行くよ、お前。もしかすると30発は行くよ。ヒューさんは一応25、謙虚にね、謙虚に言って25。でも、はい、40発ぐらい行きそうだな。40発は行くかな、まあ、残り試合考えて、うん、まあ、ここから、まあ、まあ、今8月のもう終わりに来てますけれども、9月で10月となってくると、ただこれ優勝争いをしてくると、やっぱりその佐藤選手マークになってきますよね。まあ、攻めは厳しくなるよね、はい、厳しくなるからボールを引きつけようと思ってる、多分。あ、フォアボールっていうのも貢献だからさ。まあ、そうですよね、うん、だから三振をしないでフォアボールを取る、はい、それだけでも相手は嫌だから。脚力あるから走られちゃうっていう可能性もある、はい、うん、だからもう本当に佐藤を止めないと阪神が止まらないっていうような、そんな雰囲気になってきたな。まあ阪神は他に足とかも使える選手もたくさんいて、総力で勝つっていうこともできるんだけどね、まずはやっぱ佐藤を止めないとちょっとダメだな、はい、ちょっと厳しいですかね。ベンチがね、あ、佐藤を休ませようかなとか、ちょっと今調子を崩してるし変えようかなっていうことじゃないと、やっぱ阪神はこう行きそうな感じがするよね。後半もその後半に入る前のちょうどこう休み前あたりがちょっと一時佐藤選手、まあまあそうだね、はい、まあ疲れも来てたと思うよ、はい、でもこのリフレッシュ休暇というかさ、はい、オリンピックブレイク、はい、まあそこで疲れも抜けてるしさ、また戻ったよね、怪人が。戻りましたね。戻った。だから阪神が優勝するためには、はい、やっぱ佐藤が打つということ、はい、でそこに手に集中して佐藤は頑張らなきゃいけないということ、はい、他球団は対佐藤だよね。そうですね、もうになってきてるよ、うん、あの雰囲気を止めないとっていう。そうですね、うん、ヤクルトもやっぱ流れとか雰囲気っていうのはなかなかこうできるもんじゃないけど、一人の選手でできる選手っていうのがいるとやっぱり厄介だよね、うん、だから巨人が強かったのは王さんとか長嶋さん、はい、やっぱ長嶋さんのあの明るさとかさ、豪快さ、王さんのホームラン、ああいうので雰囲気が変わってきてたからね、うん、強い時っていうのはそれに匹敵するぐらいの佐藤の雰囲気があるよね。そうですね。あ、こうなってくると、まあもちろんそのホームランがもうね35超えで、さらに新人取るみたいな話も出てくる。新人を、はい、もう他の新人が佐藤だよ。いやいや、僕らじゃないです。僕らに票をあげない、もういらないですみたいな。でも他にも、いや、いないよ、栗林投手も。まあ、栗林はいるけど、ちょっとそのあたり、今年の、まあ、この時期、まだこの時期ですけど、ちょっと新人王争いというのも、豊さんにちょっと聞きたいので、まあ、栗林はさ、まあ、オリンピックで貢献したからな、それもあるんですよ、ね、もう MVP の働きだったからな、はい、本当に、はい。頭下がるけど、やっぱチームの状態が悪いから、やっぱ数字がついてこないよね、栗林に。チーム状態ってことを考えると そうですね、まあ、それもあるよね、うん、だけどやっぱ佐藤のこの存在感っていうのはさ、うん、やっぱ誰しも認めるし、もう圧倒してると思うよ。そうなんですね。だから DeNA の牧がどうなって言ってても、はい、やっぱこう先発から外れたりだとかさ、はい、するようなこともあり、なかなかね、その追随を許さないというか、う、佐藤が、そりゃ佐藤でしょ、もういいよ、もう上げときなさいよ。もう今のうちから、もういいですみたいな。もう新人はあなたでと、間違いないよ。やっぱそうなんですね、うん、これが間違ってたらもう天地がひっくり返るぐらいの活躍をする選手がいるということ。こっから、まあ、例えば30打席連続ホームランとかね、
そりゃすごいですね。すごいだろ。そりゃすごいです。いや、これはまた新人で。新人で。いや、いないでしょ、そういう人。なかなか。なかなかいないよ。そうですね。いや、だから佐藤のその存在というのはね、はい、今やもう阪神だけにとどまらず、はい、なんか球界をね、うん、こう、まあ、魅了というか席巻するような、はい、そんな活躍になってきてるよね。まあ、頼もしい新人が入ってきたね。そうですね。これがまた何年かしたらメジャーに行くとか言い出すのかな。言うかもしれないんですよ。でもそうするとね、またね、活躍してメジャーの方が打つかもわからないけどそれも見てみたいですけれどもね。なあ、はい生かしたくないな。私は見たい。あ、そう、まあどうなるかね。そうですね、はい、はい。